皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋拓子です。本日はいつものようにミニセミナーというわけではなくてですね、あのちょっと嬉しいことがあって、 でそのあとしいことをね起こしてくれた、まあ、私の大切なクライアントさんのことをご紹介したいなと思いまして、えー、こちらの動画を撮っています、えー、これから教室業を、まあ、頑張っていきたいと思う方さらに一段上のステージに行きたいというふうに思っている方には、えー、非常に参考になる話も入ってくるのでよかったらねあのちょっといつもとテンション違うんですけれどもお付き合いいただければというふうに思います、えー えと今日ですね、あのー、ご紹介をしたかったのが、えー、と私の、あのー、認定コンサルタントの一人、あの9人いるうちの一、ね、人の大下香里さんっていう方です。えー、YouTube の方でね、こちらの方、あのー、今日の、あのー、YouTube でね、上がってたんですけど。 ここの中でね書いてある、まあ、元気で汗かつということで、これ、インスタライブと、まあ、YouTube と同時に彼女を挙げているので、えー、そのライブをねやったやつが YouTube に上がっていて、まあ、こちらなんですけれども、まあ、スタートして5年目にですね私と彼女が出会いまして、で彼女がその時にねどういう状況で私と出会いで、私をどう信じてくれて、で、頑張ってくれたかっていう、その。 出だしの大大改革大逆転みたいなねところの話を語ってくれてあの私はもう香さんと5年目の,あの付き合いになるんですけれどもあの非常にですね何て言うのかないつも実直に はい、私との約束を守ってくださって特にもともと数字をつけるのが好きな方だったんで私ももともと営業職ですからあの数字をつけてくださっている方は数字でお話ができるのですごくねやりやすかったんですよ。で数字の改善案ということで,で彼女は不思議なことに、まあ、あの数字は好きなんですけど価格に対するマインドブロックはすごくある人。 だったんですけれども私がこう年間計画を引き上げるように引き上げるようにって言って年間計画を組むと、うん、ええとか言いながらもですねそれ実直にちゃんときっちり守ってくる人だったんで本当素晴らしい方だなというふうに思っていつもね、あのー、素晴らしいと思ってねあの感謝していたんです頑張るなと思ってでそ何がすごいってちゃんとね大体私年の 目標の前年対比130をベースに組むんですよだから金額低いっはゃ大したことないんですよ300万が450万っていうふうになるだけぐらいですから次450の1.3倍でそのできたやつのさらに1.3倍みたいな組み方を彼女にはあの私がしちゃうんですよねこれぐらいの筋で前行こうかみたいな感じで <laughs> でも「ひー」とか言いながら守ってくるんですよちゃんとそのあたりがね本当にかおりさんはあの信頼できる 自慢の私のクライアントさんで、かつ自慢の、えー、コンサルタントでもあります。なので、あの私が、えー、全員の方を一人一人細かく見れるわけではないので、あの香織さんと相性が合う方で、香織さんのね指導を受けて頑張れる方は、もうぜひ香織さんとね共にやっていっていただければなというふうに思ったりするんです。 でそのね、あのー、朝活ライブっていうことで、まあ、10, 10何分かな、何分喋ってるんだろう、これ、あ18分喋ってますね、<わ> <laughs> はい、まあ、私のね、紹介をしてくださっていて、そういう香里さんが私も大好きで、で香里さんのクライアントさんも香里さんのことを尊敬していてって言って、非常にね、いい、あのー、関係性がね、築けてるなっていう、その成長も私も嬉しかったんで、まああのね、こちらの方、 ご紹介をさせてていいただいてます私の方のサイトのところにも、あれどこだっけ、ちょっと待ってくださいね、私の、よしょ、これ、私のメインサイトなんですけど、そこの、えっ、ー、と、石耕事例集ということで、コンサルタント養成講座の感想インタビューということで、こちらにね、押したかおりさん、一番上に出てます。はいあの 認定コンサルタントとして今も、ね、活動していただいていて、私の認定コンサル講座を受ける受講資格がそもそも結構ハードル高いんですよ。あ,のある程度数字の売り上げが上がっていることと、あとあの私の思想とかを理解してくださって、基本的にはうんと、まあ、リターンの精神が強い方、でかつあのゴールド会員のメンバーで、 生徒さんをね本気で、えー、幸せにしたいというふうに願っている方を厳選して認定コンサルタントの、えー、受講を許可するみたいな形なんで、あのー、誰でも彼でも入れるものではないんですね。でそそののの中でも,もう彼女は本当にそういった私の理想のモデル そしてあのコンサルタントの講座はもともと彼女を想像しながら私作っているようなものなのでそれを受講してくださって、まあ、コンサルタントになっていただいたっていうのがすごく、ね、感無量で嬉しいなということで今、ね、一生懸命あのクライアントさんも、ね、教えていってくださってここにも、ね、書いてあるんですけどプチタカ子になっていきたいということであの非常にね嬉しく思います。 なのであのぜひねあのこの他、まあのメンバーももちろん素晴らしい方いっぱいいますけれども大下かおりさんは本当に企業初期の人とか、えーまあ、中途の方とかでもね情熱を持って優しく教えてくれるので <laughs> 私はねどちらかというと辛口なんですけれどもあの愛情たっぷりで教えてくださる先生。 クラコンサルタントなんでね、あのぜひねあの、学びたいっていう方はあのやっていただけるといいかなと思います。こちらの、ね、ホームページも過去にね、一緒に作ったホームページで、えっと、今はね、私、ワードプレスはめっちゃメインで教えてはいないんですけれども、あの当時はワードプレスまで作れるような 講座を作って持ってて持ました、はい、なのでそれをねきちんとメンテしながら運用してくださってるっていうのは非常に嬉しいことだなというふうにね思って見ていますのであのお人柄、えー、大下かおりさんのお人柄っていうのもこちらのね YouTube 見ていただくと私のことはお話をくださってはいるんだけれども多分ね大下かおりさんっていう先生の人柄の良さ がすごくねにじみ出ている YouTube なんじゃないのかなと思いまして、そちらもねお勧めしたいなというふうに思ってます。なんで今日はあのー、そちらがね嬉しかったので <laughs>、えっと思わずねあの押、ー、し香里さんのことも私も応援したいなと思って動画をプチッと入れて撮っちゃったっていう感じなんですけれども、あのー、ぜひね彼女の教室とかコンサルのね。 ぜひね、受けていただいて、人生大改革していただきたいなというふうに思って、えー、お礼の意味も込めて動画を撮らせていただきましたので、よかったらぜひね、大下香おりさんのひすなずたをあの見てあげてください。はい、以上でございます。なんか唐突にね、そんなお話をさせていただきました。それでは失礼いたします。